早速来たら。え？サベリオ、もう少し橋に寄れ。邪魔だ。そっちこそ邪魔だ。橋に寄ってくれ。あなたたちはガラス派と魔石派の。ええ、俺がガラス派棟梁のサベリオです。ガラス細工の美しさと躍動感はいかがです？開港と交易の中で生まれた新しい力、ガラス細工こそ町の未来を背負うにふさわしい。そうは思われませんか？はい、まあ。失礼。私は魔石派棟梁のアルベルタ。魔石装飾の神秘の輝きにもぜひ触れていただきたい。町の発展を常に支えてきた伝統と格式を誇る魔石装飾こそ町の象徴にふさわしい。そう思うだろう？そうでしょうね。ところで、この拠点、あなた方がわずかな時間で建てたというのは本当か？え？はい、わずかっていうか、まあちゃちゃっと用意しちゃおうかなって思って。組合長代理ととある技術的な折衝もあり、彼女はお疲れです。今日のところはお引き取り願います。錬金術師殿と技術的な折衝？この若さで？ほう、先ほどの話を聞いてもなお錬金術師としての技量を疑われておいでか？組合長代理の交友関係を見極めるのも我らの役目。何よりここは交渉の町だ。いくら高名な錬金術師という触れ込みでもな。では試されてみるがよろしい。周辺で取れる素材を使って何かしら錬金術で物を作ってみてくれ。完成の折は組合本部にて品評させていただく。どういうこと？実はみんなが住人と話してる間、工房で説明をしてきたんだ。説明って何の？フェデリーカ城と仲のいい高名な錬金術師がサルドニカに来訪した理由をだ。理由って謎の文様を調べに来たんだろ。あとここの技術を学びに。馬鹿正直にそう言って険悪な両派からそれぞれ秘伝の技術を教えてもらえると思うか？まあそりゃだから両方に組合長代理から重大な問題を解決する協力を要請されたって伝えたの。重大な問題って交易船を邪魔する科学軍刀を解けることだよね。一応そのこともついでに説明はしたさ。でも今は両方とも正規の彫像をめぐって争ってるところだから勘違いしたみたい。フェデリーカさんと巧妙な錬金術師殿が技術的な話をしに来た意味よね。この錬金術師が正規の彫像の決定にも影響を与えるのではってな。うわ、とりあえず関心を引くようには仕向けた。あとはお前次第だぞ、ライザ。え？この作戦は巧妙な錬金術師殿が両方を感心させられる力を持ってることが前提なの。ライザなら大丈夫だよね。頑張らせていただきます。はい。
倒しておいた方がいいかな。せーの、敵だ、気をつけろ。ライザー一丁やってやろうぜ。くらい、もっとどめだ。走らないでよ。こんながなかったって。遅い、今なら攻撃が通るかも。ああ、問題ないぞ。クラディア、おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。これで貴様を切る。連続だ、行け。敵を裂く。ボス任せるぜ。どうだ、これでおしまい。終わりだ。くらえ、これで貴様を切る。固まりすぎだ。そこだ、行くぜ。出るよ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。向かってたけど、ドイツをお見舞いするかな。やってみるか。どうだ、できるか。どうだ、任せとけ、デント。行くぜ。食いしばんな。こいつでどうだ。攻防一体の技だ。よし、こっちのは倒したぜ。そこだ、それくらいできて当然だぞ、デント。あいつなら鍵が作れそうだな。試してみないか。こいつでどうだ。攻防一体の技だ。たぎるぜ。こいつはきついぜ。クラディア、頼めるか。もちろん任せて、メント君。狙い撃つ。よし、今ならいけそう。見えてきはったね、メント。当てられない。弓がなかったって。やった、一体倒したよ。やったね、クラディア。使うのは、これに決めた。発動。助かったぜ、クラウディア。トークン、よろしく。だいぶ弱ってるみたいだ。あいつから鍵が作れるんじゃない？タオ、これは違うよ。任せて。タオ、サポートは任せて。せ、行こう、ライザー。タオ、終わらせる。この、よいしょ。はっ、消え。行くぞ。行け。これで任せて。わかりませんよ。速さには自信があるんだ。どうしよう、このままじゃ。はっ、はぁ、行くぞ。行け。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。私が行くよ。クラディア、よろしく。私に任せて。お願い。よいしょ、当たれ。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。ありがとう、クラウディア。どれにしようかな。鍵の力を使えば。見せてあげる、鍵の力を。ライザー、私に任せて。まだいける。クラウディア、まだいける。丸焼きよ、それ。見えた、今なら攻撃が通るかも。くらえ。クラウディアもなかなかやるもんだな。一撃、当てられる。二刀で決める。心配せず、俺に任せろ。ラガ、一匹やっつけた。固まりすぎだ。取れた、取れた。もう一発、冷たいよ。熱いのをあげる。お前らにもお裾分けだ。今なら鍵を作れるかも。くらえ、見える。これで、これでおしまい。これは冷たいよ。よし、一匹やっつけた。やったね、ライザー。もう一度、当てられる。これで、どれにしようかな。大盤振る舞いよ。今なら鍵が作れるかも。もう一度、動きが見える。下だ、捉えた。
伊藤で決める。頼りにしてるよ。大丈夫、任せて。攻防一体の技だ。もう一度。おっと、行くぜ。いいか、クリスマス。もういっちゃう。今なら楽に倒せそうだ。フォースすごいな。僕、どうかいそうだよ。どりゃ、けらえ。どいつをお見舞いするかな。よっしゃ、発動しろ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。わかったぜ、クラウディア。鍵が作れるんじゃないかな。今なら、ここなら問題ないぞ、クラウディア。ナイス、これが任せて、クラウディア。どうだ。攻撃だけの技だと思うなよ。始めるよ。鍵の力を使えば。見せてあげる、鍵の力を。くらえ。まだ行ける。よかった、今なら楽に倒せそうだ。そいつはきついぜ。やるじゃねえか、ボス。熱いのをあげる。やべえ、まずいな。どうにかしなくちゃ。くらえ。強い一撃。燃えちゃいなさい。任せろ、ライザー。どれにしようかな。新しい鍵を。よし、できた。この、どうだ。まだまだ、とどめだ。あ、お願いできる。任せてよ、ライザー。いや、おっと、くらえ。まだまだ、いや、こいつです。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。それくらいできて当然だぞ、レント。これでいくよ。すまない、タオ。せっ、どうだ。クリシマンだ。これでとどめだ。貴様を切る。しっくらえ。やっぱこいつだよな。弱ってるみたいだ。あいつから鍵が隠れるんじゃない。ここは任せる。よいしょ。よし、こっちは倒したの。やったよ。蹴散らす。しびれてみるか。任せろ、アイザ。下だ。こっちだ。貴様を切る。くらえ。まだまだ、もう一丁。こいつどうだ。もう一発。熱いのをあげる。私たちの勝ちだね。まだまだ強くなれそうね。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなっちゃったみたい。強くなれたみたいだ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。
思議な力だね。ねえライザ、この後は外に行かないの？準備はできてるよ。え、ちょっと待ってよ、私まだ何もできてないよ。あ、そうなんだ。私はもういつでも行けるよ。ねえ、なんかクラウディアっていつもすぐ外に出られる感じだよね。いいとこのお嬢様だし、みどりだって整えるのに時間かかりそうな気もするんだけど。だってライザと冒険に行くのいつだって楽しみだから、いつでも行けるようについつい。最初はそれでもちょっとは時間がかかっていたんだよ。やっぱりどうしても準備があったから。でも何度も出かけていくうちに必要なものとそうでないものがだんだん分かってきたんだ。だから今はこう見えても不要なものはほとんど身につけてないし、手慣れても来たから早くなっちゃった。そう言われてみると今回も村にやってきた時からそうだったような。そういうことだったんだ。もうクラウディアったら。これで大丈夫ですか？いつの間に品評会などという話に？ご依頼の品です。どうぞ。ほう、造形はかなり感覚寄りだな。俺は嫌いじゃないが。全体に甘さと荒っぽさが目立つ。造形は一見美しくはあるが細部の精度が低い。しかしこの彩色は一体どのような手法で？我々が採掘した魔石では見たことのない色合いだ。通常のガラス細工では不可能な表現だ。これが錬金術というやつの特徴か？いや、噂にたがわぬ見事な腕前。我ら共に錬金術というものを侮っていた。見たことのないものを見せてもらったよ。これは俺たちの方から協力を頼みたいくらいだ。そうですか。いや、本当は魔石とガラス両方を組み合わせたりしたかったんですけどね。え？笑えん冗談はやめてくれるか、錬金術師殿。ありえん話だ。すいません。ああ、だが確かに組合長代理が相談相手に呼んだだけのことはある。我らも協力を惜しむものではない。我が魔石派を何とぞよしなに。相談相手に呼んだ？あはは、こちらこそよしなに。お疲れ様ライザ。今日のところは退散するか。アトリエに戻ろう。なんかどっと疲れた。今日はもうアトリエに帰って休もう。ごめんください。あ、フェデリーカさん。皆さん揃っておられるようですね。
まったく両派の対立をうまく利用されたものです。すみません、私たちの側も手段を選んでられなくて。お互いにとって悪い結果じゃなかったと思うが。あのあと錬金術師殿を我が派に引き入れつつあるとしつこく主張された私の身にもなってください。すいません。それで御用ってのは。はい、実は例のものが拍子抜けするほどあっさり見つかりました。例のものって、まさか。はい、おそらくはこれですよね。宮殿の扉の文様とそっくりだ。こっちは手のひらくらいの大きさか。関わりを探すってことではいきなり大正解だな。これは一体どこに。あっさり見つかったって言ってたけど。先祖の祭壇の前にあった古い小箱の中身がそれでした。なんでまたそんなところに。はい、この町はずっと昔、とある錬金術師様から魔石の扱いを学んだのです。錬金術師から。錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらずという意見が主流になって袂を分かったようですが。ちょっと手に取ってみていい。はい、どうぞ。どう、ライザ。何も感じないかな。魔石も力をなくしてるし、石板に仕掛けもなさそう。単なる装飾品なのかも。お役には立てませんでしたか。とんでもない。これ以上ない収穫だよ。手がかりがここにあったって確証が持てたんだから。調べる焦点が絞れたわけだからな。フェデリーカ嬢、その錬金術師に関して引き続き調べてもらえないか。はい、わかりました。そういえばもう一つ用事があるんです。これは。いきなりの依頼となってしまいますが、あなたの錬金術でこれの純度を高められませんか。多分できると思う。素材がそれしかないのでできれば失敗は。あとこの依頼については口外無用でお願いします。うん、わかった。みんなもお願いね。平気だと思うんだけど。どうかな。依頼には沿ってると思うんだけど。はい、この粘土と純度ならいけると思います。よかった。ところでそれは何に使うものなの。これは魔石とガラスを滑らかに接合するために用いるデュエット溶剤です。これがあればきっと私でも。すみません、ライザさん。いえ、錬金術師ライザリンシュタウト殿。
なたが工芸から新たな視点を得ようとしているように、私もあなたの近くでいろいろと学ばせていただくことはできないでしょうか。え？サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。私にも成し遂げなければならないことがある。どうかお願いいたします。私たちは大歓迎だよ。本当ですか？よかった。仲間が増えたな。仲間、それなら皆さん、私のことは呼び捨てにしてください。敬語もなしです。じゃあよろしく、フェデリーカ。はい、よろしくお願いします、ライザさん。そっちは敬語をやめないんだ。皆さん年上ですから。では動きやすいようアンナにいろいろと申し伝えてきます。さて、組合長代理の助力も得られるってことで、改めて両派の技術を学ばせてもらおうかな。私もたくさん学ばせてもらいます。皆さん、突然の申し出なのにありがとうございます。ううん、いいんだよ、これからよろしくね。俺たちとしてもいろいろ助かるしな。はい、早速両派の本拠地に行ってみましょう。